さあ登場した2人に今一度大きな拍手を送ってください。さあということで、早速マイクがありますのでね、じゃあ失礼して、じゃあ一人一人じゃあご挨拶をじゃあ構成からお願いします。はい、こんにちは、谷構成です。今日は、短い時間ですがよろしくお願いします。お願いします。そして、岡本拓也です。今日は楽しくおしゃべりできたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。さあそれじゃあお二方お座りください。さあそれでは失礼いたしまして、今日ねたくさんの皆様お越しいただいてます。なんとここララポート湘南平塚6周年ということなんですけども、いつも練習しているバディからねすぐ近くなんですけども、お二方ここララポートはいらっしゃったことありますか？構成はあります。ある。どういった店を利用したりしました？そうですね、たけや君に誕生日プレゼント買った時は来ましたね。おお、誕生日プレゼント、アップルウォッチ買いました。アップルウォッチつけてくるかなと思ったけどつけてこなかったです。今日忘れたわ。ねえ、いつもつけてんだけど。たけやは僕もよく来ますね、家族で、とあと服とか、それで2階のお店で服とかは、はい、よく買います。2人このララポートで一番高いもの何か何を買った気がしました？アップルウォッチです。大したことないね、じゃあそうしたら。なるほどね、もうちょっと大きい買い物しない。タケヤは僕まあ、服屋さんでいっぱい、いっぱい買って、いっぱい買います。じゃあ結構ね、コンスタントにねいらっしゃるということなんですけども、もうね、2人にとってはまあ、谷選手はなんと皆さん館内アナウンスでねおなじみですから、今館内たまに流れてるんですけどね、谷選手と山田直樹選手、ね、のバージョンが流れてるらしいんで、もしかしたらねこうこのトークショーの最中に流れる可能性もね、その時はあんま聞こえないですね、ここは。どうですかね、たまに聞こえない、まあ、聞こえたらちょっと教えてください、みんなでね聞こうと思いますんでね。さあということでですね、2人で、ちょうど岡本選手がこのララポート湘南平塚が開業した2016年にベルマーレ入団ということでね、早いものでベルマーレ在籍6年ということなんですけども、こう湘南での生活はどうですか？いやもう本当すっかり慣れて、もう出身の埼玉より詳しいんじゃないかなぐらいの。なるほど、はい、もうすっかり湘南の人になったということでね、はい、対する谷選手ね、構成は3年目になるんですけども、この湘南のエリアのこの平塚の街とかこう環境はどうでしょうか？そうですね、僕来てからすぐコロナ禍になったんで全然知らないですね。なるほど、あまりこう出歩く、そんな遅れて歩く機会がなかったということ。そうですね、家で歩いてます。家とこう練習場ということですね。どうしたの拓也、なんかめちゃめちゃ滑ってましたね。なんか狙ってなんか。いや全然狙ってないですよ。まあね、はい、まあ2人ともね、ね3年と6年ということなんですけども、改めてこのベルマーレのこのベルマーレに入っての良さ、チームの雰囲気も含めて、このこういったところにベルマーレの良さ素晴らしさを感じるなっていうのってありますか、構成から？そうですね、やっぱり、アットホームな感じというかすごい温かく、まあ、自分が来た時も迎え入れてもらいましたし、そういったところは、はい、来て大阪から出てきてすごいなんか入りやすい感じはありました。タクヤはどうですか？そうですね、僕もちょっともう長くなったんで分かんなくなってきてますけど、まあ、本当みんな新しく来た選手は本当馴染むのが早いなというか、まあ、後世なんか一瞬で馴染んだなって感じしたんですけど、本当若い選手もすぐに馴染めるのかなとは思います。
あのチーム内でね、あの30数人選手いると思うんですけども、あのよくつるんでる仲間とかそういう選手はいますか、タケは。そうですね、谷と広和とかは比較的一緒にいてもらってます。あ、一緒にいてもらっているそれを聞いてどう、高校生は一緒にいるっすか広和とは仲いいですけどね。あ、広和とは仲がいいけど、そんなあんまり一緒にいる仲のいい印象はあんまないです。あんまないですね。あら、いる、今言われてちょっとびっくりしました恥ずかしいよ俺、なんか恥ずかしいじゃん俺だけ。まあ、だいたいね、二人の関係がなんとなくこう分かったかなと思いますけどね。やっぱピッチの中外でやっぱ印象とか特に変わらず、やっぱり個性から見て拓也。いや、ピッチの中は、まあ、知ってる方はいると思いますけど、もうすごいですね。もう試合のアップとか見てきて、見てもらえれば分かると思うんですけど、もう一番もううるさいですし、でもなんかそれがやっぱりこうチームをなんていうんですか、締まるというか、うん、空気が、雰囲気が、ね、少しピリッとしたりするのが、はい、すごくそういうのをまとめてくれる人なのかなと思います。タクヤはどうですか、コウセイですか。そう、いや、コウセイは、なんだろう、あんまり変わんないですね。ひょうひょうと本当があんま変わらない。うん、そうですね。でたまにあのロッカーで試合前とかいっぱい声出してるときはちょっと緊張してるのかなって思ったりしますけど口数が多いって感じ。そう、そういうときちょっと緊張してる。ああ、なるほど。あの、そう、お互いね、以外の他の選手について聞きたいんですけど、この選手試合中とか、あのよく喋んなとか、そういう人っています？うるさいとか、逆におとなしい、すごいおとなしいなとか、練習中とか試合中とか。え、入ってる。おとなしい選手はいっぱいいるよね。町野じゃないですか。町野ね。町野、おとなしいの。いや、町野ピッチがめっちゃうるさいですけど、ピッチの中入ったり一言も喋んないですからね、マジで。あの、ライン越えた瞬間です。スーンってなっちゃう。練習終わった瞬間一番元気やな。ああ。じゃあその中でゴール決まった瞬間、あの忍者ポーズするって。そうです。ああ、なるほど。じゃあ意外とじゃあ静かにしてるってことだね。そうですね、まあ、あとはもうタチ君とか、うん、もう見ての通りって感じですね、うんうん、あ、タチね、はい、逆にうっさいなっていうのはいますか、その試合オフの時とか練習とかオフの時に。違いですか。ええ、違いはもう町野と池田っすよね。いや、町野とお前もだよ。あ、そこら辺一緒にいるじゃん、だってなんかキャッ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 キャしてんじゃん。いや、俺はもうこのままっすか。町野、池田とはよく行こう。まあそうですね、うん、基本的に、まあでもいろんな人といることが多いですかね、僕は、うん、はい、なるほどね。やっぱりこのね、お互いのね、印象が聞いたところなんですけど、やっぱりこのいろんなことがこのベルマーレ、ね、谷が来てから3年、ね、そして岡本選手が来てから6年、いろいろありましたけども、いや、やっぱりこうチームは今どう進化しているのかをちょっと聞きたいんですけども、まず3年、在籍3年の構成から聞かせていただけますか。まあ、やってる方としてはなかなかその進化してる感じとかを感じ取るのってちょっと難しい部分もあって、うん、まあ、でもたまにこう客観的に、チームを見たりするんですけど、そういった時になんかこうよりなんか自分たちで考えて自分たちで行動する、それ試合の中でもそうだし、ピッチの外でも、じゃあサッカーについて、今日の練習は今日の試合どうだったっていう話が増えてきたのかなっていうふうに思いますし、それが今こうやってね、少しずつこうまとまりを得て、面白いサッカーができるようになってきてるのかなっていうふうにも思います。タクヤはこの6年ベルマーレはどう進化してきたかっていうのはどう感じますか。そうですね、まあ本当いろいろありましたからが、いろいろありましたよね。いろいろあったんで、まあ本当いろんな変化はしてきてると思いますし、
俺が喋ってる時に考えといてください。俺先喋ったんだから考えといてよ。だいぶ言ったもん。だいぶ言っちゃったからさ。ああ、言われちゃった。言いたいこと言われちゃった。そう。いや、だからいっぱい変わりましたね。ね。全部言われちゃったってね。みんなね、いろいろアウェーとかホームとか、サポーター皆様、スタンドからね、見てて思う光景、まあ、僕もそうなんですけど、1点があって、谷選手がピッチ入るときに、背中バチンってやってもらえたじゃないですか。あれっていつから、始まったんですか。あれはそうですね、いつからか覚えてないんですけど、あれなんかオリンピックの時に、川口芳香さんにやってもらってて、あ、はい、その名残みたいな感じですね。あ、はい、その名残で、まあ、じゃあやるようになったらそのオリンピック の時からって感じですね。いや、でもその後もやってなかったんですけど、なんかちょっとふとした時になんか気合い入れたいなみたいな感じで思ったんで、やってもらったらなんか多分その試合が良かったのかどうかわかんないですけど、多分それでやるようになったのかなと。よく気合い入れでバチンってやってもらうのだったら誰が、誰にやってもらうことが多いですか。そうです、まあその時その時ベンチにいる選手に。特に誰かってわけじゃない、誰でもいい、決まってないですね、うん、誰が一番しっくりきます。まあ最近で言うとやっぱ町野がやってくれた時はいい試合になりますよ、ね、おー、なるほど。ウェリーにやってもらった時は意外とちょっとソフトな感じだったように見受けられますね。でもウェリーあの後点決めましたからねなるほど。まあでは願掛けの意味もちょっとかかってるっていうね。タクヤはそういうのあります、願掛けとか、なんか試合前のルーティーンとか。そうですね、もうルーティーンしかないですね。あら、どういったところ。まずもう全部がルーティーンですよ。まずどこから、家出るところから。もうそうですね。あら、もう全部同じ行動。あ、同じ行動っていう。はい。例えばどういったところからスタートするの。いや、もう本当細かいところからですけど、だからこのタイミング、この時間に着替えてとか、この時間にこのアップして。ああ、なるほど。だから例えばパンツ履くときは右足左足とかそういう。あ、そうそう、ピッチ入るときは右足とか、後ろ入場するときは何番目に並ぶとか。あ、そこまで。はい。この人それやらないとそわそわしちゃうんですけど、それはいいんですけど、そのアップの時間に遅刻してくるんですよ、この人。ああ、自分のやることに精一杯なるほど。でもあれ遅刻みたいな感じになんなかったよね。いや、みんなもう待ってたからね。あ、それ試合中。いや、試合のアップに行く時の。あ、アップで中でやるエンジンがあるんですよ。ああ、あるあるある。なるほど。そういう時にやっぱそれにちょっと固執しすぎて、そう、やり終えれなかったっていう拓也待ちっていうのがあったんだよね。だいたい僕待ちしてもらってます。今後だからそうね、一挙手一投足から目が離せないね、これね、この選手のこう、すべてこれルーティーンでね、これ一つでも来るとちょっとなんか良くないのかな。そうですね、そわそわしだすんで一つも間違えないようにするなるほど、完璧に。個性はそういうのあったりするの。はい、いやでもあんまり決めないようにしてますね。なんかそこを逆に意識して、うん、なんかそれがもしできなくなった時にいつものプレーできないじゃあなんかちょっと自分的には納得いかないんで、うん、いつどんな時でもどんな状況でもね、スタジアムに行くバスなんか すごい遅れて着いてすぐ試合するでもできる、そういう感じで行けるようにはとは思ってます。なるほどね。やっぱりそれぞれ、いろいろとルーティンこだわってる選手もいれば、あ、ね、あんま気にしないって選手も、他の選手でこれやる、あれルーティンなんかやってるな、でもこだわってるなっていうのを見受けたりします、見たりとか。どうなんだろう。俺この人を見てたらもうそんなこと思わないです一番やってるのは一番やってますよ。自分に集中してるから人分かんない。ああ、なるほど。他の選手がなんかやって謎な行動、謎の動きしてるなっていうのは。そうだ、後世のその辺も知らなかったです。背中叩いてもらってるとか。ああね、気合い入れ。だから最近はもうほぼ毎試合ね、毎試合やってますね。あれ前後半でやってる。いや、前半入るとき。あ、なるほど。あれ多分フィールドの選手もやってる人はいましたね、な、出てくる前に。ああ、誰がよく。亮君とか高橋亮君とかはやってたと思います。結構ハードめに
バチンとは、はい、強く強く打ってほしい。多分手当た手形残ってると思います。ウェリーの場合はどっちかというとなんかプッシュみたいなね。ウェリーはめちゃくちゃ優しかったです。ああね、優しくなんかね送り出す感じのね。でも本人がその後ねゴール決めるというこうね、素晴らしいね働きがありましたけど、2人のねこうルーティン感覚でねいろいろとお話伺ったんですけども、まあ谷選手は皆さんご存知ように日本代表としてねいろいろと数々の活躍をねしていらっしゃいますけども、代表での、他のチームのこう雰囲気とかはどうですか。今までいろいろ帯同してきたと思いますけども、ベルマーレにゆかりのある選手、まあ、遠藤航とか山根美希とかいますけども、代表でのこう空気っていうのはどうですか。そうですね、まあ、各々がやっぱり自立してますし、僕去年の最終予選、ワールドカップの最終予選から参加させてもらって、やっぱり負けられない戦いがすごい続きますし、集合して練習できずに1日2日みんなで合わせてすぐ試合で負けられない試合があって、そのプレッシャーをと向き合ってそれで試合して勝たなきゃいけないって、そういうのをやっぱり超えてきてる人たちの集まりっていうのはなんかやっぱその、まあ、もちろん上手さとかはもちろんありますけど、それ以上になんかメンタルの部分だったりとか、そういったところの強みはすごい感じました、ね、やっぱこうオリンピック代表の人とこう米代表の人とはやっぱ全然違いますか。そうですね、まあ、僕的にはなんかすごいオリンピックの方がというか、オリンピックはなんかまた違 う, こうまとまりというか、うん、なんか若い選手が多かったのですごい一致団結してやる感じはあったかなと思いますね。やっぱりPK ストップ含めてスーパーセーブのねやっぱイメージすごい多かったんですけど、やっぱりあの時は吉勝コーチがいろいろとこうアドバイスした上でこうPK の時ストップとかそういうのっていうのはやっぱりいろんな情報とかを教えてくれるものなんですか。その時の細かい話をちょっと聞いてみたいんですけども。そうですね、毎試合ああいうトーナメント戦とかになると相手選手の情報っていうのはもちろん試合の前とかに見るんですけど、やっぱり PK 戦ってなると、ね、5人、6人、7人何できるか分かんない、11人分やっぱ覚えるのはちょっと無理なんで、あの状況でね僕もちょっとテンパってましたし、もう直感でいきますって感じでした ね、それが鮮やかにね、止めたっていうねあの名シーンを思い浮かぶんですけど、タクヤはそのシーンとかはテレビとかでご覧になったりしてましたか。そうですね、見てました。どうでしたかその瞬間。いやなんか心配になっちゃった。どういったところが。大丈夫かな構成みたいな。ひろかずと LINE しながら見てて。でも本当、そういうなんか土壇場でしっかり結果を残すあたりもさすがだなと思いましたけど。そんな2人がね、ベルマーレで試合今2人通りピッチで上で戦っているわけなんですけども。ホーム最終戦が、来週ね控えてるんですけども、実はこの一つ前のホーム戦が9月17日ね、一月、ちょっと前なんですけどね、久しくやっぱサポーター皆さんもこうホームのレモンガスタジアムで、みんなが戦ってる姿を見る機会というのはなかなか、ね、なく、その後アウェー3連戦ね、いろいろありましたがアウェー3連戦どうでしたか。この3試合振り返ってみて、タクヤから、どこだっけ、FC 東京、FC 東京、セレッソ神戸。そうですね、やっぱり厳しい中での試合でしたけど、試合が多かったですけど、チームとしてやるべきことは、みんな理解してるし、その中で、表現できてる部分もあったんで、あとは残り2試合、しっかり、勝ちっていう結果を出すだけかなとは思います。後世はどうでしたかこのアウェーの3連戦。そうですね、
中断明けの、セレッソのアウェーでなんとか勝ち点を取った拾った勝ち点1取った、で次につなげた試合になったセレッソ戦と、まあ、今までこうそれを積み重ねてきた中での、まあ、FC 東京戦のああいう素晴らしいゲームがあったりとか、また少しメンバーが変わった中で、まあ、連戦でうまくいかなかった神戸戦があったりとか、まあまあ、どれもこうシーズン通して考えれば、ね、34試合のうちの1試合かもしれないですけど、やっぱそれがまあ、次の突戦につながったりとか、その後のレイソルにつながったりとか、最終的な結果につながると思いますし、まあ、どれもすごい自分たちにとっては良くも悪くも、なんかまた成長させてもらったなっていうアウェーの3試合だったのかなと思います。本当に重要な、ね、3連戦でしたけど、今度の、ね、ホーム最終戦の話に行く前にですね、今日ね、結構お子さん連れの方が、多く見受けられますので、2人のちょっと子供時代というかね、そういった話ちょっと聞いていきたいと思うんですけども、2人がこう今、ね、こう J リーガーになっている、この J リーガーになろう、まずその前にサッカーを始めたきっかけを聞いてみたいんですけど、拓也は何かきっかけでこうサッカーに？幼稚園の時に、その近所の友達がその幼稚園にあるサッカースクールに行くっていうので一緒についてって、でその子は当日来なかったんですけど、自分だけ行って面白くてそのまま始めたっていうのがきっかけですね。結構ドハマりした。そうですね、なんかあんまり自分の意思を言う子供じゃなかったらしいんですけど、その時はサッカーやりたいって言ったらしいです、個性は？そうですね、僕はもう3つ上にいたお兄ちゃんがサッカーをしてたんで、その影響で自然とボールを蹴り始めて、サッカーやり始めたのは年長さんだったと思います。あ、年長さんね、はい、その中からどうやって高生の場合はキーパーに収まっていったのか、このキーパーになる過程っていつ頃なんですか？そうですね、小学校3年生の時に、まあ、それもお兄ちゃんの代で人がいなくて、まあそれなりに身長も大きかったんで、まあ、キーパー入ってめちゃくちゃ点決められたんですけど、まあ、でもその分結構止めてたみたいで、まあなんか楽しいなと思ったのがきっかけで、そのまま、まあずっとやってたってわけじゃないんですけど、まあそれからちょこちょこやるようになってって感じですね。このね、いろんなポジションね、あるじゃないですか、サッカーって。その中からこうキーパーという存在を選ぶっていうのってなかなかこう、珍しいというか、やっぱキャプテン翼とか、やっぱストライカーとか、そういったこうイメージあるじゃないですか。こうキーパーっていうのはやっぱり構成から見て一番のポジションだったっていう感じなんですか？そうですね、今は一番だと思いますけど、小学校、中学校まではそうは思わなかったですね。やっぱ点取りたかった気持ちはありましたね、はい。それが逆にこう止めた時ってやっぱり体感だったりするんですか？まあそうですね、シュート飛んできて止めるのもそうですし、相手との駆け引きに勝ったりもそうですし、その優越感はすごい、はい、あります。逆に今ね、サッカーやってる子供たちね、いる中でまだポジションとかね、決まってなくて、どうしようかなと思ってる子がいたら、キーパーのこのここがいいっていう、なんかこうセールスポイント、おすすめポイントって、なんかやらないでください。なんでやライバル増えちゃうじゃないですか。あ、ライバル、年齢差が年齢差が、そんなライバルならないと思うんだけどな。まあそうですね、まあ、あえてまあでもキーパーに合う性格の子もいると思いますし、そうじゃない子もいると思いますし、まあ、ただ一回はなんか経験してみてほしいですね、はい、そこはすごい思います。どういったこう性格というか、どういったキャラがこうぴったり合う感じ、ゴールキーパーと。まあ M な人じゃないですか。あ、なるほど。どうですか、それ聞いて。拓也、
確かにキーパーってね、変な人多いもんね。変な人そうって言われるんですけど、僕自身そんななんかあれはなんか俺変な人だなって思ったことないんで、やっぱ自分でね、思ったらなんとかどうにかしようと。変ですか、俺はだいぶ変。ね、まあ人から言われたらね、あれもありますけど、逆に拓也は今ね、今のポジションになっていくまでの間っていうのは、いろいろそのサッカー始めてからどういった形で今のポジションに、中学ぐらいまでは、まあでも基本的に後ろの方ですね、最初から後ろの方が多かった、はい、なんで僕もどっちか、僕はどっちかというと攻めるっていうよりかは守る方が好きな性格だったので、本当点取るよりなんか守りたいみたいな方でしたね。だから性格に合ってるのかなと思います。でもあれですよね、なんかいろんなポジションやった方がいいですよね、ちっちゃいと。ああ、それはそうだね、全部やった方がいいんじゃない。なんかカフェこう得意不得意とか、そういうのあんまりこう自分で決めつけずに、まんべんなくとりあえずやってみるって。そうですね、多分フォワードの選手がキーパーに入ると、あ、どこがちょっと守りづらいんだろうとか分かったりするかもしれないし、あ、なるほど、フォワードの選手がディフェンスやったりすると、あ、こういう守り方、逆か、ディフェンスの選手がフォワードやったら、あ、こういう守り方されたら嫌だなって自分で思えばそれをすればいいと思いますし、そういうのはなんかすごいいいと思いますね。やっぱりそういう経験することによって、そのポジション、他のポジションのこともなんか分かってくるとか見えてくるっていうのがあると。それで、ね、もう早いもんで、もうね、来週、今日はまあ、ね、この裏では実はルヴァンカップがね、もう行われて試合終わって、すごい試合になってましたけどね、いよいよ我らがベルマーレは来週ホーム最終戦、そしてその後、リーグ最終戦を迎える、あと2試合、ね、残っておりますけども、最後ね、2人に意気込みを、ね、ぜひ聞かせていただきたいんですが、まず後世から聞かせていただけますでしょうか。大丈夫ですか。考えとくこの時間を使ってね、なんと突然、なんとチケットソールドアウト、ね、完売おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、そんなホーム最終戦と相手に、ね、戦うわけですけども、意気込みを聞かせていただけますでしょうか。はい、まあ毎年毎年申し訳ないんですけど、やっぱりまだ残留も決まってなくて、申し訳ないんですけど、まあただ自分たちが上にいるんで下を見ずに、もう本当目の前の試合に勝つだけだと思いますし、一つでもね、上の順位に最後立てるように、次の試合はすごい大事な試合だと思いますし、ただそこになんか気負う必要も一切ないと思いますし、見に来てくれる方々がね、素晴らしい雰囲気を作ってくれると思うんで、まあ僕たちは今シーズンこうやって積み重ねてきたものを、しっかりとそこで発揮するだけだと思うんで、そうすれば必ず勝利できると自分たちは信じてるんで、はい、ぜひ一緒に戦ってもらえると嬉しいです。ありがとうございます。さあ、それでは若田拓也選手、お願いします。次のホームは、声出しですよね。そうです、そうです、いよいよホームで声出し、久々のホームの声出しなので、皆さんと一緒に、熱量を持ってしっかり戦いたいなと思いますし、本当、残り2試合、魂込めて戦うので、最後まで応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。そうなんですよ、あの声出し、ね、今シーズン最初で最後の、声出しの、ね、試合になります。個性は自分のこうちゃんと聞くのっていうのは初めて、ホームでは、うん、そうですね、アウェーで、ね、ありましたけども、アウェーでこう聞いた時どうでしたか、自分のこうちゃんとベルマネサポーターがこう歌うちゃんと聞いた時って。もう本当待ちわびたって感じですよね、うん、僕が来て最初の2試合は、あったんですけど、まあ、そこからずっとなくなってホームでもそれ以来聞いてないですし、うん、はい、もう聞いた時はすごい鳥肌が立ちましたね、はい、それを今度はね、ホームでね、
全身に浴びるということになるんですけども、さあ2人からですね、熱いメッセージがいただきました。ということでですね、まあというまでございましたが、トークショーねここまでとなります。ここで皆様に、ね、お知らせがあります。ララポート湘南平塚は今年10月に6周年を迎えました。それを記念してアニバーサリー大抽選会をねただいま実施しております。10月31日まで館内の対象店舗にて税込み3000円以上お買い上げいただいた当日のレシートを3階にあります郵便堂前の特設会場にお持ちいただきますと抽選会にご参加いただけます。湘南ベルマーレからは全選手サイン入りの2022シーズンの今シーズンのユニフォームを額縁入りで抽選で3名様分ご用意いたしております。このチャンスをぜひ皆さん見逃しなくということでよろしくお願いします。なお3000円以上のお買い上げは合算ではなく1回の お会計金額となりますのでお気をつけください。よろしくお願いします。さあということで皆さん、あっという間でございましたが、谷晃生選手そして岡本拓也選手の特集はここまでとなります。この後ですね準備が整い次第事前抽選で、当選された方のみが対象の、サイン色紙のお渡しとなります。それではお二方とはここで一旦ですねステージをね、後にいたしますので皆さん盛大な拍手でお送りください。それではじゃあ一言ずつ最後、皆さんに、もう一回ご挨拶した上で会場となります。じゃあ拓也からお願いします。今日は短い時間でしたが、すごく、僕自身楽しめました。ありがとうございました。ありがとうございました。そして昴生。はい、まさかこんなにもたくさんの人がいるとは最初思わなかったんでちょっと緊張しましたけど、はい、すごく楽しい時間になりました。気をつけて帰ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。本日は谷晃生でした。岡本拓也選手でした。お二方に大きな拍手を送りください。一旦これで退場となります。ありがとうございました。